タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。令和の裏。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。終わりたてほやほやです。そうですねどうでした？リズメで自分の至らないところを指摘していただいたので、反論の余地がないというか、もうその通りだなっていうふうに素直に受け止めて、そうですね、今後もっといろんなことに挑戦していけたらなっていうふうに思ってます。なんかね、今あの政教がいたそのリズメでっていうところも確かにあるんだろうけれども、はい、僕の席から見てると、はい、社長たちが同じその反論というか返す言葉にも優しさが込められている場合と、割とそういうのない場合とあるとするならば、キリンは多分前者だったと思うんだよね、はい、うん、みんなが5人ともがそれぞれになんかもうちょっとこうならないのかなと思いながら、佐伯くんの気持ちだとかやってきたことをちゃんと考えてくれながら喋ってくれてたような気がしてならないけど、どうでした？そうですね、本当にその通りだと思いますね、うん、なんていうんですかね、それこそマネーの虎とかを比較して、うん、もっとボコボコになんか人格否定されるかなっていうふうになんか思ったんですけど、そんなことがなくて、皆さん社長方すごくいいアドバイスをいただけて。そうだね、まあ最近の社長はね、人格否定はしないよね。はい、はい、本当にでも皆さんが優しくて、最後に竹内社長がかけてくれた言葉なんかは素敵でしたね。本当に、いや本当にそんなこと初めて言われたんで、うん、まあ、でも本当に彼は最後悩んだんだと思いますよ。特にこれね、単純な融資とか投資だったらそこまでは悩まないと思った、うん、でも社内ベンチャーでこうこうこうだと思った時に、一回なんか自分のところで扱ってみるってもあるんじゃないかなっていうふうに彼が思ったとしても、僕は不思議じゃないな。とりあえず本当に番組史上最短で斎藤さんがいきなり積んで、俺その積んだシーンも見てなくて、あっ、いぞまにみたいなのがありましたし、最後に福田社長もね、ああやって出してくれたので、福田さんが出すの珍しいんだからね。そうですね。はい。なんで、この二人の社長と、今からちょっと令和の裏っていうのを取りますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、それでは皆様、お疲れ様でございました。お疲れ様です。緊張しました？思ったよりしなかったです。たまま座ってるんですね。楽しみな気持ちの方が多分勝ったんじゃないかなっていうふうに、ね、やっぱりこのぐらいね、男はたまが座ってないとダメなんですよねえ。ということで今収録が終えられまして、まあなかなかねナッシングっていうふうな形だったんですけど、一番最初に斎藤社長が出されましたよね。いやそうですね、もうなんか正直800万円じゃないですか、はい、まあ僕100万円最初に出してもいいプランじゃなかったら成立しないんで、なんか気持ちを表したかったんですよね。ビジネスのもう前提としてビジネスの大枠自体はいいと思ったんで、睡眠ってやっぱり大事で、もっともっとこう睡眠が取れるバリエーションっていうのがサービスとしてあっていいと思うんで、すごくいい目の付けどころだなって思ったんですよ。しかも本人のお人柄も良さそうだし、資料も見ていい感じだったんで、とりあえずみたいな自信持ってボン、はいはいはい、あそれはねもっとたくさん積むときに。あ、そうですか、ね、でもいろんなこう社長さんからこういろいろ意見を言っていただいて、はい、何かこう見えられてきたこう課題点みたいなのっていうのあります？そうですね、課題は自分が結構これでいいなと思ったのでもまだまだいっぱい穴があったっていうのが大きな課題ですね。具体的にはどういう？証明写真と比較すればよかったりだったり、はいはいはい、そのおっしゃられたそのどんぐらい期間がかかるのかっていうのも全然頭になくて、だからそういう、なんていうんですか、いろんな視点から見る力っていうのが全然まだまだ足りてないなっていうふうに思いました。でも学生でもね、やっぱりこういろいろこう企業に向けて、自分のその未来に向けてこういろいろこんな取り組みっていうのをさ、していくっていうのも本当に大事だなっていうふうに思うんですよ。ただやっぱり学生だけれども、その根拠となるその自分の足を使ってその現場に行ったりとかね、その担当者の人とこう話をすることによって、ここが家賃がいくらですとか工事費がいくらかかりますとかっていうのっていうのは強い根拠になるから、うん、まあ、これからまあ学生やりながら大変だと思うんですけどね、そういう確実な根拠っていうのはね見つけてきてもらいたいなって思いますけれどね、はい、うん、実際ね、その僕たちがこう社内ベンチャーで出資するかどうかっていう時だと、まあ、ある意味お金結構大量に引き出さなきゃいけないわけなんで、うん、より必要になるんですけど、実際にこう対企業、対学校、対一般の利用者の方ってサービスを実際ランニングしていくときに当然出てくるであろう質問には全部答えれた方がいいですもんね。やっぱり Q&A で最初から載ってる方がいいぐらいですもんね、うん、うん、
まあ、もしくは疑問を抱かせなかったらもう一番いいですけどね。そうですよね。これはもう分かりやすい、強いみたいな、うん、使おうみたいな。だからそこまでは、そう、うん、ストレス社会でもあると思うんで、このいかにこの効率のいい素晴らしい睡眠をとるかっていうのが、これからその人がね、いろいろなところでのこのストレス社会を乗り切っていくっていうのも大事なところでもあると思いますよね。寝よう、みんな。そう、ね、睡眠ハッピー。睡眠が世の中を幸せにするってことでしょ、うん、いいと思いますよ。でもイケメンだからね。いやいやいや全然、ね、そんなイケメンだから、いやいや結構人にこう可愛がられるっていうようなところもあると思うんですよ。うん、ありがたい、笑顔もいいですね。ありがとうございます。実際その入ってきても堂々としてて笑顔だったのも、うん、やっぱり最初の100万円すぐ出ちゃいますもんね。はい、うん、効率がいいですよね。いや、ところで福田社長の100万円、ね、はいはい、応援の気持ちだと思うんですけど、はいはい、出す時の演出が面白すぎて僕すごく笑っちゃったんですけど、あだだだだだみたいなやつね。いや、もうドキドキしました。うーんって言って、もう失礼しちゃいました。めっちゃ笑っちゃって、笑いそうにならなかったですか？大丈夫でした？いや、もういや、ちょっと笑ってました。あれは面白すぎますよ。話変わりますけど、この番組に出ようとしたきっかけっていうのは、なんかこう強い思いみたいなのもあったんですか？あ、もう学生なのに。いや、もう たまたまというか、その令和の虎というチャンネルを拝見しまして、ええ、はい、そしてその自分がもともと思い描いたビジネスがありましたので、ええ、これを YouTube とかでその見ていただいている皆さんとかにもいろいろ公表していただければ、うん、その自分のなんか成長につながるかなというふうに思って出ようと思いました。まあ、株元社長も言ってましたけど、ただね、寝るだけのスペースだけじゃなくて、それにこう付加価値をつけていくっていうね、いうところも大事ですもんね。そうです。何かそこら辺でこう見えてきた部分ってあります？その何かしらの付加価値ですね。今あるそのニューロスペースさんみたいな感じに、はい、そのコンサルっていう方法しか今自分の中には思いついてないと、まあ、それと、まあ、元々のアイデア その勉強が集中してできるっていうぐらいしか今のところは思いついてないんで、もっと考える余地があると思います。うん、ね、はいはいはい。まあ、これからどん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 ね、ブラッシュアップして、あなたの実現を迎えてもらいたいなって思いますけれど、なんかあります？斉藤社長の方から。プランとかだったら、うん、移動式とかも面白いのかなと思うんですけど、移動式の人が寝る場所って、なんか寝てる間にどっかに連れてかれちゃうんじゃないかって困るかもしれないけど、はいはい、昼間はオフィス街のところにこうトレーラーか分かんないけど、うん、バスかトレーラーみたいなので行って、昼間、平日はオフィス街で、土日は今ちょっとコロナであれですけど、大きなこう催事場、国際展示場とかに行って、うん、イベントで疲れた、例えばコミックマーケット人のすし詰めで疲れたみたいな、一回ちょっと寝てからまた行こうかなみたいな人がいるかもしれないなとか思ったり、あとこう世の中に求められてることと自分がやりやすいことって必ずしも一致するとは限らなくて、今回はこの自分がやりやすいことじゃなくて世の中に求められていることに対するビジネスプランだったんで、うん、まあ、すごいなんか番組とはお互いハッピーだったのかなと思って、僕はすごいいい回だったなって感じました、個人的には。まあ、確かにね、とっつきやすいテーマでもありますよね、うん、やっぱ人は寝ないとダメだからね。そうですね、寝るんですね、はい、まあ、ぜひですね、これに屈することなくね、はい、ぜひぜひ、あの今日たくさんの社長から、5人の社長から言っていただいたことっていうのをこうギュッとこうまとめてさ、ご自身が大学を卒業した時にはズボッて、寝るボックスボーンみたいなね、そんな感じでね、言ってもらったらおじさん嬉しいなって思うんですよ。だからね、ぜひね、ご覧いただいている視聴者の皆さんも応援してあげてください。その時ね、またあの我々に話してもらえたらね、ご協力します。ズドーンのロケットの発射台としてボーンみたいなね、そう、そんな感じでね、やっていきたいなというふうに思いますんで、ビヨンとアクションすごいですね。いや、もうなんか、まあ、すみませんね、なんか話が逸れてしまいました。あと何かこう、最後ね、こう、ああ、そう、思いの僕らとか皆さんに伝えたいこととかあれば、はいはい、もうなんか言い尽くしちゃったかな、ちょっとあれですけど、完全ですね、いろんなその意見とかを聞いて吸収できたらなっていうふうに、はい、まあ、ぜひぜひ、まあ、少し例えばいろんなイメージまた湧いてくるでしょうし、はい、ようからね、頑張ってくださいよ、はい、ということで本日の令和の裏終了でございます、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。ついにあのレジェンドたちが令和の虎となり、タイガーファンディングに降臨する。だったら番組自体やめたら。では南原さんっていつも1時間で分かってたの？分かってた、分かろうと努力して出したのは。じゃあ全部成功したの？成功してないものもあるじゃん。